はい。こんにちは。レトスのほのです。今日も昨日に続いて、読者さん、メルマガの読者さんや、YouTube の読者さんからいただいたご質問について、回答させていただきたいと思います。で、どういった内容かというと、モチベーション、やる気に関する内容だったんですね。勉強する気持ちを追い込めません。モチベーションが維持できません。どうしたら、勉強絶対やるという強い気持ち、持つことができますか というようなご相談ご質問だったんですねで。実際多くの方が本気で追い込むのって試験3ヶ月ぐらい前からなんですね。で今が3月の終わり、まあだいたい半年前、試験半年前ぐらいなんですけども、この時期から追い込む人はあまり多くないんです。もちろん勉強はしてますよ。勉強はしてるけれども、この試験3ヶ月前に思いっきりやる、えー、ぐらいやってる人ってあまりいないと思うんですね。 でやはりですねこの時期から追い込むぐらいの気持ちでやっておかないと、まあ、間に合わない、まあ、対応できないって言ったら正しいですかね試験直前になってあれもやってないこれもやっていないってなってくると焦るじゃないですかなので、まあ、大体ゆとり持って、えー、7月の終わりぐらいまでにはもうある程度も実力上げておきたいんですよねそう考えるともうこの時期から追い込むぐらいの気持ちでやっていかないとやはり間に合わないんです で、弊社の個別指導の受講者さんとかは、もう今すでに試験直前ぐらいの追い込みの気持ちでやっていただいているんですね。まあ私が立てる計画表、まあ人それぞれ違うんですけれども、まあできる方はできるだけ量多めにして計画立てさせていただいているんです。なので毎日追い込むぐらいの気持ちでやっていただいているんですね。 なのでもう早い方だともうこの時期でもうある程度点数取れるぐらいの実力持ってきている方もいらっしゃるんです。まあその方々っていうのは10月の試験終わった直後から弊社の個別指導受講されている方なんですけどももう4月初め入ったぐらいになると予想模試とかでも40点ぐらい取ってくる人もいらっしゃるんですね。まあ昨年の予想模試ですね。今年の予想模試はまだ販売されていないので、まあ、昨年の予想模試とかを振り返ってやってみ、やっていただいて40点とか まあ、取れる方もやっぱいらっしゃるんですなのでまできるだけ早い段階で実力を上げておくつけておくためにはどれだけ早くから追い込めるかっていうのもすごく重要なんですねでそのための一つの方法として万一落ちた時どうなるのかというところをもう鮮明にイメージしておくこれがすごく重要だと思いますもし落ちてしまったらどうなるかもう正直悲惨なんですよ あと1年さらに勉強しなきゃいけないって本当に悲惨じゃないですか？まあ、勉強好きな方ならいいんですけどもまあ、私含めてもう読者さん多くの方がもう勉強ってあまり好きじゃないんですよね。できればやりたくない。でもまあ宅建取りたいからやっているみたいな感じだと思うんですよ。で、もし落ちちゃったらまた1年やるのか。まあ、実際のところはやらない人が多いです。 やらないっていうのは試験が終わった直後から本気で勉強するって方はいなくてとりあえず一旦休憩してでまた4月ぐらいから始めるって方が多いんですけどもそのやり方やっちゃうとまた来年も落ちちゃうってなっちゃうんですよもうさらに苦痛苦痛苦痛の繰り返しこうなっちゃうんですね、まあ、そうならないためにももう今年合格しちゃいたいじゃないですかそのためには今この時期から追い込みってすごく重要なんです でそのための一つの手法として毎日落ちた時のことを鮮明にイメージしておく私も実際やってました今言ったようなイメージも持ってましたし毎日落ちたら本当にやばいなともう来年1年間勉強するのもう嫌だなこれが1年間続くのかもう本当に嫌だなっていう気持ちがもういっぱいだったんですねでさらに私の場合周りにいた人たちもう年配の方が多かったんですよ で、宅建のことを知ってる人もいれば知らない人もいるんですけども、まあ、知らない人でも周りで宅建取ってる人たちって意外と多かったんですねで年配の人たちってもう昭和の時代の人なんで昭和って宅建試験簡単だったんですよなのでその人たちからすると宅建に受からななないいい人イイコーール頭が悪いバカみたいなイメージなんですねその人たちからすると宅建に落ちる人イコールバカっていうイメージなんですよ。 なのでもし落ちてしまったら自分が落ちてしまったらこの人たちからバカ扱いされるなっていうのがもうすぐ分かっちゃったんですよね私が卓研目指すって言った時にそういった反応したんでもうそれは絶対に嫌だなって思ってだから日々の勉強でやっぱりモチベーション下がる時もあるんですよまあ今日やりたくないなって思うけれどもそのことを想像して落ちた時のことを想像して もうこれだけは絶対だだとこうななりたくないだからやろうでも、まあ、今すぐやるのはちょっとめんどくさいやりたくないから例えばじゃあ10分後とか30分後にやろうみたいなことを決めてアラーム設定をしておいてでこの10分30分、まあ、その日によって違うんですけども、まあ、その間はもう自分の好きなことをやるでアラームが鳴ったらもうすぐに勉強開始するってことをやってました もちろんモチベーションが維持できて勉強できている時はいいんですけどもやっぱり勉強できなくなった時が問題なんですよモチベーションが下がってもやる気がなくてもコンスタントに勉強ってやっぱ続けたいんですよねでいつも心がけているのは昨日よりもプラス1問プラス2問だけやろうみたいな感じでやってましたそうすると限界値がどん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 高くなっていくわけですよね例えばこれまで1日20問しかできなかったのが 今日はじゃあ21問やろう。できた。じゃあ次は22問やろう。これもできたってこ徐々に増やしていくんです。そうすると、例えば30問できるようになって、30問以上はちょっと難しいな、みたいになったら、アッパー、限界が30問ってわかるわけじゃないですか。そしたら、目標を30問にして、30問をずっと毎日やっていく。で、もちろんやる気がない、モチベーションが上がらない時もあるでしょう。 でもそういった時も自分なりの目標を考えてまあ今日はじゃあ5問だけでいいでもやらないってことだけは避けようで5問だけやったそしたら自分を褒めてあげるこうやってモチベーション下がってもちゃんとやれたんだもうそれで OK なんですよできるだけやらない日は作らないそのために今回お伝えした考え方やり方是非参考にしていただければと思います今から本気でやれば今年合格できますんで今日一日一日を大切にしていきましょう 今日もこの動画終わった後、いつから勉強を始めるのか自分で決めてぜひ勉強を行ってみてください。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう